トラウト、翔平は丸々と結婚すると思ってたよ。エンゼルスのマイク・トラウトが野手が2月29日、日本時間1日、日本人女性と結婚したことを発表したドジャース大谷翔平投手へ祝福のメッセージを寄せた。アリゾナ州テンピの球団施設で取材に応じ、翔平のことを心から祝福します。僕だけじゃなくて、誰もがびっくりしたと思うと目を丸くして喜んだ。トラウトは25歳だった2017年12月に高校時代から交際していた妻ジェシカさんと結婚。2019年には打率2割9分1厘、45本塁打、104打点の好成績を残し、2014、2016年に続く3度のリーグ MVP を獲得した。2020年には長男ベッカム君が誕生。毎日球場でチームメートと一緒にいるけど、家に帰れば妻や子供がいる。家族以上のものは何もないよ。やはり家族は切っても切り離せない関係だという。これまでチーム内でも交際の噂もつかず、トラウトも愛犬デコピンと独身生活を送り、野球一筋と見ていたようだ。野球と結婚？僕もそう思っていたよ。笑い。ガールフレンドがいたことも知らなかったから、衝撃の結婚発表だったようだ。トラウト兄貴、移籍も結婚のことも直接言われてなくてショック受け取るやん。女子より脳破壊されてそう。トラウトにも言ってなかったんやね。どっちも野球マシンだからってもずっと野球の話かせんのやな。トラウトにも野球と結婚すると思われてたのくさ。普段マジで野球のことしか考えてないんやな。共通の話題野球しかなさそう。かわいそう。嫉妬の心を感じる。トラウトみたいな親友にも誰にも言わないところがネットリテラシー高くていいね。野球一筋とは何だったのか、 Y は悲しいよ翔平。結婚なんて野球より圧倒的に優先度低い話題だから話さなかっただけでしょう。トラウトも私生活話すタイプじゃないようだから気にしてないだろう。トラウトが俺は友として見られていなかったということかみたいに傷ついてないとええんやが、トラウトが大谷に捨てられた女みたいな扱いになっとるやんけ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。